年ぶり組の皆さんにご協力をいただいての撮影会、どうもありがとうございました。さあ、それでは本日最終出演組ご紹介いたしましょう。八戸市串引き神エンブリ組の皆さんです。エンブリは同彩エンブリと長エンブリ2つの系統があり、長エンブリはその動きもゆったりし歴史が古いと言われていますが、同彩エンブリでも大変歴史が深いのがこちら串引き神エンブリ組です。その前姿は大変堂々と、そしてゆったりとしているのが特徴です。本日は可愛らしい3人の小学生の太夫も一組登場します。三枚烏帽子2組揃っての同彩エンブリをご披露いただきます。それでは八戸市串引き神エンブリ組、堂々と口上を述べながら入場してまいります。すり込み、そして正月の祝歌で始まりますすり始めをご覧いただきましょう。八戸市串引き神エンブリ組同彩エンブリのご披露です。見るかな、見ないかな、中心でる友達とかでも大変なんだよ。
刷り込み、そして白垣の様子を表します刷り始めをご覧いただきました。縁振りは太夫の刷りの合間にたくさんの祝福芸や舞が入ってまいります。続いては松の舞のご披露です。一年を通して緑を失わない松は神が宿る木とも言われ、お正月には欠かせない枝でございます。農作業の合間にどぶろくを飲んでちょっといい気分になった男が松の小枝を倒って踊ったのが始まりと言われているのが松の舞。たくさんのおめでたい口上も飛び出してまいります。それでは松の舞をご覧いただきましょう。
松の舞のご披露でした。八戸地方に春を呼ぶと言われる縁ぶりですが、一足早くうぐいすの声が聞こえておりました。さあ、それでは続きまして、縁ぶり組の中でも大変な人気を誇りますのが恵比寿様でございます。こちら串引き神縁ぶり組には実は2人の恵比寿様がおいでなんですね。まずは子供恵比寿の登場、恵比寿舞のご披露です。聞い倒しました。よーよー、次に船大工さんを頼んで金婚館、金婚館とようやく船ができました。よーよー、その船の名前を何にしようかと考えたところ、やっぱり恵比寿丸ということになりました。よーよー、その恵比寿丸に乗って太平洋のど真ん中まで船を漕ぎ出してきました。よーよー、ここら辺りには鯛も鈴木もいそうな。よーよー、さあそうなると何より帰りより縁ビスだ。縁ビスやっても入やせや。はっ、縁ビスマイヤー、サイナー、縁ビスマイヤー、サイナー、はっこいさっか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 、
でもなかなか見たことがないような大変立派な鯛が釣り上がりました。八戸の浜は今年も大漁でございましょう。子供恵比寿の登場の恵比寿舞でございました。さて、組の中心となりますのが馬の頭をかたどった烏帽子をかぶる太夫と呼ばれる舞手です。本日串引き神は子供のエンブリ組、可愛らしい3人の太夫が登場しております。伺いましたら、ただいま小学校3年生、2年生、5年生ということでした。そしてこの衣装に関してなんですが、串引き神エンブリ組は大変大きな特徴があります。烏帽子はそれぞれ藤九郎が白柿と田植え、中の太夫がエビと鯛、そして黒留めが鶴亀という絵柄なのですが、大人の太夫の羽織をご覧いただきましょう。他の組は全部同じ羽織なのですが、ここ串引き神だけはそれぞれ違います。藤九郎は鳳凰、中の太夫は鶴、そして黒留めが亀、こういった衣装がございます。これは大変大きな特徴となっております。さあ、それでは人の役、馬の役、田んぼの神様の役、それぞれ3つの役割があります。太夫の皆さんによります。続いては中のすり、これは田んぼに苗を植えることを表す歌となっております。それでは中のすりご覧いただきましょう。おえー、のお旦那様なやえ、今さかるどうかいしえとおのつI'm
くらたてた中のすりをご覧いただきました。さあこの組にはエビス様が2人おいでというお話をさせていただきました。先ほどは子供エビスが登場しました。今度は大人エビスの登場です。一体何が違うのですかと尋ねたところ、口上の長さが違いますと言っていました。さっきの子供エビスも大変素晴らしい口上でした。大人エビスはどんな舞を見せてくれるでしょうか。それではエビス舞ご披露いただきます。寒いんだけど今からやるね。ということになりました。よーいびす舞となると大きな鯛がなくてはならないな。よーその鯛を釣るにはまたまた大きな船がなくてはならないな。よーその船を作るにはまたまた大きな鯛僕がなくてはならないな。よーそこで東西南北から木を集めることとなりました。よーまず東は土地の木、
土地の実を焼酎につけると薬になって薬になるということで土地の木となりました。よーれー東西西サガズの木、サガズの木は泡が立って洗濯に使えるということでサガズの木となりました。よー東西南南奈良の木、奈良の木は木炭にするととても暖かいということで奈良の木となりました。よー東西南北北宝の木、宝の木は暗い海の上でもポーポーっと知らせてくれるので宝の木となりました。よこれではまだ足りないということで長者の山の千年たったる千の木と宮城山の万年たったる松の木を集めることとなりました。よここで山の山を頼んでガリゴリガリゴリと木を切り倒しました。よ次に湯の大工さんを頼んで金根管金根管とようやく船ができました。よその船を何しようかと考えたところやっぱり恵比寿丸ということになりました。よこの恵比寿丸に乗って太平洋のど真ん中まで船を漕ぎ出してきました。よさあそうなると何よりかにより恵比寿だ、エンビスネットもハイエスやエンビスマイヤーリサイヤーエンビスマイヤーリサイヤーどっこいたった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 今夜あたりは秋の続きもいるそうだ。どっこいたった
きなタイヤ2メーター釣り竿で釣り上げていただきました。鯛は大きな鯛でございました。立派な鯛を釣り上げていただきました。恵比寿舞のご披露でした。さて、植えた苗も立派に育ち、いつしか稲刈りの時期を迎えてまいります。それではしっかりと稲刈りをしていただき、米俵を蔵に積んでいただきましょう。諸国の宝をすり寄せます。すり寄せめさあ、you
伝統がございます。八戸市串引き神縁組。今日は2組の太夫が登場しての同祭縁組のご披露でございました。八戸市串引き神縁組の皆さんでした。どうもありがとうございました。